どうもこんにちは。左利きだけど右書きのリハビリセンターの福山です。ちょっと笑っちゃった。本日はしっかりとした足腰を作るための、一つのトレーニングをご紹介しようと思います。はい、早速やっていきたいと思うんですけれども、しっかりとした足腰ってどういうことなんだろうというところで、基本的にはやっぱりこの太ももの筋肉しっかり鍛えなきゃねっていう話があると思います。で、本日お伝えするのは、その中でも特にこういう使い方が不足しがちなので、こんなトレーニングがいいですよっていう紹介をしていこうと思います。立った時に、よくこう不安定になる部分っていろいろあるんですけれども、一つ代表的なのは膝ですよね。膝が曲がってしまって不安定になってしまう、もしくは膝の力が弱いからピンと突っ張った状態になってしまうとかあると思います。こういった足腰の場合にはやはり力つけなきゃいけませんというところで、太ももの筋肉とかお尻の筋肉を鍛えていくかと思います。で、もちろんそれも大事なんですけれども、もう一つ今日はですね、この太もものもも裏の使い方についてご紹介できればなと思います。私もこういろんな方とリハビリご一緒するにあたって、太ももの後ろ側の筋肉ですね、こういうところがせっかくお力あるのにうまく使えずに、それで不安定になっている場合っていうのがあるんですね。その時によくお出ししている練習法について紹介します。まずご自分で立っていただいて、良い方の手でですね、ももの裏ですね、すいませんお尻見せちゃいます、ももの裏、お尻のボリュームあるところちょっと下ですね、こういうところをちょっと触ってみます。両方こうやって触ってみてですね、こう硬いか柔らかいか左右の差があるかってちょっと感じてみてください。で、もし骨が手の方がちょっと緩みが強かったりふにゃふにゃしている場合があれば、こちら側今回のトレーニングの対象になってきます。実際に何をするか早速やってみたいと思いますけれども、正面にテーブルとか壁とか何か支えのある環境で必ず行ってください。この状態で軽く膝を曲げます。で、ただ曲げるだけだとおそらくだんだんと太ももの前側の筋肉がよく使って辛くなってくると思います。その時におへその向きをですね、こう下に向けるようなイメージ、へその向きを下に向けるようなイメージで、お尻をあとは後ろに突き出すようなイメージですね。こういう風にお尻を動かしてみてください。そうすると太ももの前側使ってたのがちょっと後ろ側が張ってくる感覚っていうのが出てくると思います。苦手な方で分かりづらければご自分のいい方側もどうなってるかなって確認してみてください。裏側がピーンと張れば成功です。この張った感覚を感じながら今度は元に戻して、太ももの今度は前側に負担が来るなっていうのを感じたり、後ろ側ピーンと張ったり戻ったりですね、こういうことを感じながらやってみてください。このもも裏の張りですね、ここがしっかり働いていると、立っている姿勢とか少ししゃがみ込むような姿勢とか、いろんな場面で足腰が安定しやすい状況が作れます。こうですね、こう、こうで、ちょっと何回かやると疲れますので、そしたらふーっとちょっと休憩をします。もし可能であれば、この休憩した後の最後の立った時にも、さっきのへその意識思ってみると、もも裏の張りがちょっと出てくるかもしれません。こういう立っている中でもも裏の張りがあると、しっかりとした足腰が作りやすくなります。骨盤ですね、動かしては骨盤なんですけれども、骨盤のこういう傾きによって、あ、こうやって足の支える力って変えられるんだなというのを感じながらやっていただくと、いろんな場面で使いやすい足っていうのが作れますので、ぜひお試しください。目安としては膝曲げる量は辛くない範囲、筋トレではありませんので辛くない範囲、軽く曲げていただいて、へそを下に向ける、戻すです。この時にちゃんともも裏の張りを下向けた時に感じるか、やめた時に緩むかっていうのを感じながら行ってみるというところです。回数はこれも辛くない範囲で、疲れてきたら必ず休んで、またできそうだったらちょっとトライしてっていうのをやってみていただけたらなと思います。本日はもも裏を鍛えるトレーニングとして、中腰での腰を動かす練習を紹介しました。どんな時使えばいいのとか、私に当てはまるかしらとか、何かご質問などありましたら、どんどんコメント欄にお書きいただければと思います。
それではまた皆さんお会いしましょう。